音楽フェスティバルとファンの熱狂的な応援が交錯する瞬間、ナンバーアンダーライン愛の日本初フェス体験。彼らが披露した楽曲の中でも、スクエアアンダーラインワンや、ノーイエス・バナナンは、観客の心に強く残ったようだ。夏の青空が広がる会場には、早朝から多くの人々が集まり始めていた。暑さと期待が入り混じる中、観客たちはロッキンフェスティバルに向けて胸を躍らせていた。 特にこの日、注目を集めていたのは、ナンバーアンダーラインアイの初めての日本国内フェスでのパフォーマンスだった。会場に到着したファンたちは、彼らの姿を一目見ようと興奮し、肉眼でそのパフォーマンスを見られることに感激していた。ロッキンの会場は、早朝から多くのナンバーアンダーラインアイファンで埋め尽くされていた。彼らは、夏の青空の下で楽しむために集まっていた。スクエアアンダーラインワンやノイエス。 そしてバナナといった曲が流れると、ファンたちは最高の喜びを感じ、彼らのパフォーマンスに全力で応援の声を送った。この瞬間、フェス会場全体が一体となり、彼らの音楽に酔いしれていた。このフェスティバルでは、数々のアーティストがパフォーマンスを披露していたが、ナンバーアンダーラインイが登場した瞬間、会場の雰囲気は一変した。男性を中心に多くの観客が彼らのパフォーマンスに魅了され、 その瞬間、まるでロッキンが揺れ動くかのような感覚を覚えた。賞賛がアップで映し出されると、会場全体から驚きと歓声が上がり、彼らの歌とダンス、そして MC のパフォーマンスが会場全体に轟いた。この日、初めてナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを目の当たりにした観客も多く、その全てが新鮮な驚きと感動に包まれていた。翔く岸くん、そして神宮寺くんの3人が、 まさに彼らのやりたかった音楽を表現し、それが多くの人々に届いたことは間違いない。国内フェスでの初パフォーマンスという特別な舞台で、彼らは最高のパフォーマンスを披露し、観客たちはその素晴らしさに圧倒された。フェスティバルが進む中で、ナンバーアンダーラインアイの3人が涼しそうな格好で元気にステージに立っていたことに、ファンたちは安心した。彼らの健康を心配するファンも多かったが、その姿を見て、 心配が一気に吹き飛んだ彼らが無事にステージを終え、元気に帰っていったことが確認され、ファンたちは運動会や今後の活動に向けても安心して応援を続けることができた。このフェスティバルでの彼らのパフォーマンスは、多くのファンにとって特別な思い出となり、ナンバーアンダーライン愛が日本での新たな一歩を踏み出す重要な瞬間となった。この日を境に、彼らの音楽はますます多くの人々に広がり、 新たなファン層を獲得することに成功したフェスティバルの熱気とともに、彼らの音楽が多くの人々の心に響き渡り、今後の彼らの活動に大きな期待が寄せられるようになった。そして、このような大規模なフェスティバルでの経験を通じて、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちはさらに成長し、彼らの音楽の深みと幅が広がっていくことだろう。ファンたちもまた、彼らの新たな挑戦を応援し続け、 次なるステージでのパフォーマンスに期待を寄せている。今回のフェスティバルは、ナンバーアンダーラインアイにとって日本での初めてのフェスティバルであり、その意義は非常に大きかった。彼らの音楽が日本の多くの人々に届き、そのパフォーマンスが高く評価されたことは、今後の彼らの活動にとって大きな自信となるだろう。また、彼らのファンたちにとっても、この日が特別な記念日となり、 今後も彼らを応援し続けるる原動力となるだろう。このような形で、音楽フェスティバルという特別な舞台で、ナンバー・アンダーライン・アイがどのようにして観客たちを魅了し、彼らの音楽がどのようにして人々の心に届いたのか、その過程を見つめ直すことは、彼らの音楽活動を理解する上で非常に重要である。フェスティバルが終わった後も、彼らの音楽は多くの人々の心に残り、 今後の活動に大きな影響を与え続けるだろうこの日ナンバー,ア,ンダーラインアイが披露したパフォーマンスは多くの人々に感動を与えその音楽がどれほど力強くそして魅力的であるかを示すものだった彼らがフェスティバルのステージで見せた情熱とエネルギーはまさに彼らが目指している音楽の姿でありそれが多くの人々に受け入れられたことは今後の彼らの音楽活動にとって非常に大きな意味を持つだろう ナンバーアンダーラインアイの3人がやりたかった音楽が多くの人々に届き、彼らのパフォーマンスが多くの人々に感動を与えたことは、このフェスティバルの成功を象徴するものであり、彼らの音楽活動が今後も続くことを予感させるものであった。そして、このような成功を収めた彼らの次なるステップがどのようなものになるのか、その動向がますます注目されることだろう。このフェスティバルでの経験を通じて、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはさらに成長し、彼らの音楽の可能性が広がっていくことが期待される。また、彼らのファンたちも、今回のフェスティバルでの成功を受けて、さらに熱心に彼らを応援し続けることだろう。このようにして、ナンバーアンダーラインアイの音楽は今後も多くの人々に届き続け、彼らの音楽活動がますます充実したものとなることが期待される。フェスティバルの後、 SNS 上ではナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに対する賞賛の声があふれた。多くのファンが彼らの初めての日本国内フェスティバルでの成功を祝福し、その感動を共有していた。特に、彼らが披露した楽曲の中でも、スクエア・アンダーライン1・ワンやノーイエス・バナナは、観客の心に強く残ったようだ。これらの曲がフェスティバルの熱気と相まって、観客たちの心をつかんだ瞬間を目の当たりにした人々は、 その興奮を言葉に表していた。ナンバー・アンダーライン・アイのパフォーマンスは、単なる音楽の披露にとどまらず、観客と彼らの間に特別な絆を生み出した瞬間でもあった。彼らがステージ上で放つエネルギーは、観客に直接伝わり、まるで彼らが一体となって音楽を楽しんでいるかのような一体感を生み出していた。この一体感こそが、音楽フェスティバルの醍醐味であり、多くの人々がその場に集まる理由でもある。 一方で、このフェスティバルでの成功は、ナンバーアンダーライン愛にとっても大きな挑戦であったことは間違いない。国内初のフェスティバルで、しかも多くの他のアーティストと共演する中で、自分たちの音楽をどう表現し、観客にどのように届けるかという課題に直面した。しかし、その課題を見事に克服し、彼らの音楽が多くの人々に受け入れられたことは、彼ら自身の努力と才能の証である。 フェスティバルが終わった後、彼らの音楽がどのようにして人々の心に残り続けるのか、そして次なるステージで彼らがどのような新しい一面を見せるのかが注目される。今回の経験を糧に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちはさらに新しい挑戦に向かって進んでいくだろう。そして、その挑戦がまた新たな感動を生み出し、彼らの音楽がますます広がっていくことが期待される。今後、 ナンバーアンダーラインイがどのような道を歩むのか、その未来は誰にも予測できない。しかし、彼らがこのフェスティバルで見せたパフォーマンスが、多くの人々にとって忘れられない思い出となったことは確かである。この思い出が、彼らの音楽活動においてどのような影響を与えるのか、そして彼らが今後どのような音楽を届けてくれるのか、その動向が非常に楽しみである。さらに、このフェスティバルでの成功は、 彼らの音楽が日本国内だけでなく、海外にも広がる可能性を示唆している。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、国境を越えて多くの人々に愛される力を持っており、その可能性が今後どのように展開していくのかも注目されるポイントである。フェスティバルという特別な舞台での成功は、彼らにとって新たな扉を開くきっかけとなり、その音楽が世界中に広がっていく可能性を示すものとなった。そして、 このフェスティバルでの経験を通じて、彼らの音楽がどのように進化していくのか、その成長過程を見守ることができるのは、ファンにとっても非常に特別なことだ。彼らの音楽がどのようにして多くの人々に影響を与え、そしてどのようにして新しいファンを獲得していくのか、その過程を見守ることができるのは、ファンにとっての喜びであり、彼らの音楽を応援し続ける原動力でもある。今後 ナンバーアンダーライン愛が新たなステージでどのようなパフォーマンスを見せるのか、その期待は高まるばかりだ。彼らの音楽がさらに進化し、多くの人々に愛され続けるためには、彼ら自身がどのようにしてその音楽を磨き上げていくのかが重要である。しかし、彼らのこれまでの活動を見る限り、その期待に依られてくれることは間違いないだろう。このフェスティバルでの成功は、彼らの音楽活動にとって大きな転機となり、 今後の活動がますます充実したものになることを予感させる。そして、その音楽がさらに多くの人々に届き、彼らの音楽活動が広がっていくことを願わずにはいられない。彼らの音楽がどのように進化し、そしてどのようにして新しい感動を生み出すのか、その未来に期待を寄せているファンたちは、今後も彼らを応援し続けることだろう。最終的に、このフェスティバルでの経験を通じて、 ナンバーアンダーライン愛の音楽がどのようにして多くの人々に影響を与えそしてどのようにして新しい道を切り開いていくのかその成長過程を見守りながら彼らの音楽がさらに広がっていくことを楽しみにしているそしてその音楽が多くの人々に届き続けることで彼らの音楽活動がさらに充実しそして新たな高みへと進んでいくことを願ってやまない